はい、どうぞ。321です。3、2。FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきでいろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、本日10月23日月曜日、第57回の収録となっております。はい、はい、そんなにやってますね。はい、放送日が10月30日。10月30日が、ハロウィンになるの？10月30かな31かな、この辺ね。ちょっとハロウィンとはね、あの縁遠い、うん、なんていうのかな、あの生き方をしてるんでね。そう、そうそうそう、はっきりとはしませんが、まあでもハロウィン10月23日月曜日からね、うん、FM 宜野湾さんの方では、うん、ハロウィンウィークと称して、ハロウィンウィーク、うん、皆さん思い思いのコスプレをされて、うん、はい、収録の方をさせていただいてるんですけれども、そうですね、僕らは昨年同様あまり、準備をしておらず、はい、YouTube で動画をご覧の方はだったり、ツイキャスでね、今配信中のものを見ている方でしたら、うん、夏実さんがロングヘアで、ロングヘアになってます。はい、FM 宜野湾さんの方でね、用意されてるもので。サッチーさん、こんばんみって。こんばんみ。埼玉のゴーさん、ふむふむ、健太さん、なっちゃん、こんばんはって。あ、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。はい、皆さん今日もありがとうございます。はい、というわけで、まあ、夏実さんがロングヘア、はい、僕がね、なんか置いてあるやつ、うん、適当に引っ張ってつけて、はい、なんかで、ね、やるんだったらとことんやりたいなっていう話はしてるんですけれども、うん、なかなかね、まあ、準備がね、うん、ちょっとできないところもあって、そうね、はい、まあしょうがないですこの辺は、うん、まあ来年再来年あたりには何かやるかもしれませんし、はい、でね、まあ10月も後半に入ってきて、ちょっと涼しくもなってきてるところなんですけど、うん、そうそうね、最近ね、うん、風心地いいね、うんうん、ようやくちょっとうちもクーラーを、切ったところです。切ったところです。はい、ただ今日つけてきたねそうだね、どんな話をったな感じなんですけども、まあ短いお時間ですが、はい、はい、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はいはいはい。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、早速ですけれども、本日のトークテーマ、うん、ポンといきたいと思います。はい、はい、本日のトークテーマが匂い。匂い、そうです、はい、まあ何かにちなんでとかっていうわけではないんですけれども、香りということでいいのかな。そうですね、匂い、香り、うん、まあ例えばね、例えばというか、まあ我々、メンヘラジオ MC の2人のようにね、うん、ちょっと心にさまざまなことを抱えているメンヘラさんだと、まあなんか匂いでね、うん、気持ちをちょっと荒ぶった、うん、精神状態を落ち着けたりっていうので、うん、意外ともしかしたら
やってる方いるかもしれない、うん、というのもね、夏美さんと僕が、うん、入院していた、うん、精神科病棟 でね、うん、僕らが入院している本当当時に、うん、1週間ぐらいだっけ、1週間ぐらいだね、うん、あくまでも試験的にっていう形で、うん、始まったものが病室内でアロマを炊くみたいな、うん、そういうのあったね、そういえばね、うん、だからあれも多分匂いっていうさ、うん、側面からね、うん、患者さんの心のケアに対するアプローチをちょっと試したんじゃないかなと思うんだけれども、うんうんうん、好きな香り選んでみたいな感じだったよね。そうそうそう、よく聞くアロマとかはね、なんか一般の方たちもこの匂い嗅ぐと落ち着くとかあるでしょうし、うんうん、なんかやっぱり精神的に安定をさせる効果があったりもするのかなというところで、うん、はい、この匂いというテーマにしました。はい、で教えてほしいのが、まあ、好きな匂いとか嫌いな匂い、うん、でさっきみたいにさ、この匂い聞くと落ち着くよとかさ、うん、あるいは匂いが、これ匂い気に入ってて、うん、もうこのシャンプーしか使ってないとか、この香水しか使ってないとか、うん、でまたはこんな、あの匂い嗅ぐとちょっと元カノのことを思い出すな、元カレのことを思い出すなとかさどこのドルチェ&ガッパーのそうそうやつやねん、ドルチェ&ガッパーのあったさ、あったな、まあ、ああいった匂いにまつわるエピソードであればちょっといろいろ聞けたらなというところで、うん、はい、この匂いというテーマにしたんですけれども、うん、はい、まあ、まずはいただいているメッセージからちょっと紹介させていただきますね。はい、はい、メンヘラネームハトさんより、ハトさんありがとうございます。ありがとうございます。今週のトークテーマの匂いですが、はい、以前友人と会話している時に、うん、友人が言った一言、匂いって実は存在していない幻想かもしれないという言葉が強く印象に残っています。ほう、外を歩いていると漂う夕飯のカレーライスの匂い、うんうん、海に行った時の潮の匂い、うん、他人の家に入った時に感じる匂い、うん、これらがもし全部幻想だったらと考えると、うん、少しワクワクするけどとても悲しいです、うん、とのことです。あ、じゃあこれ感じてる、あ、匂っているっていうのが、うん、全部実はないもので、なんか脳みそが作り出したとか、そうそうそう、そういうことか、勝手に作り出した幻想なんじゃないかってハトさんのお友達は感じたんだろうね、なんかね、ご飯時だから夕飯の匂いがするみたいな感じそうそうそう、もうなんかなんとなくイメージが作った匂いだから、もしかしたらね、うん、夏美さんと俺で感じてる匂いって違うのかもしれないとかね、それ確かめようがないもんね、まあ、確かめようがない。でもまあ人それぞれにね、好きな匂い嫌いな匂いあるからね、うんうんうん、もしかしたらなんていうの、感じてる匂いとかって意外とちょっとズレがあるのかもしれないよね、うんうん、もしかしたらだけど、うん、そういう意味で幻想的な部分はあるかもしれない、あるかもしれないね、うんうんうん、まあ何、はい、うん、夏美も好きな匂いがあるんですけど、うん、はいはいはい、それは後で発表するとして、うんうん、ツイキャス来てます。あ、はい、お願いします。はい、埼玉の郷さん、この短期間で髪の毛伸びているって、はい、ですね。あ、でもロング似合うんじゃない？ロングいくない？ロングどういくない？いくないか。まあいいよ、似合うよ、似合うよ。まあいいや、まあいいや。うん、はい、それで、サッチーさん。うん、サッチーはスティッチの衣装を着てさっき収録してましたって。あ、そうなんだ。あ、そっかそっか、いい、スティッチ似合いそうだね。うんうん、サッチーさん絶対かわいい。うん、で、埼玉の郷さん、テーマ匂い。うんうん、について、匂いには敏感ですね。変わっているけど、ガソリンスタンドの匂いは好きです。俺も好きですよ、お坊さん。苦手な匂いは空港とかにある免税店の入り口の香水の匂いですかね。ああ、わかるわかる。免税店もそうだし、うん、沖縄でいうとパレットくもじ。パレットくもじ。そう、1階フロアね。うんうん、もう入ってすぐの。デパコスや、デパコス。そうそう、デパートコスメ、そうそうそう、もうコスメ化粧品フロアがね、化粧あるんだけど、あるからね、あそこはやっぱり独特の香りして、ちょっとケントさんもちょっと苦手かな。あ、そうなんや、うんうんうん、そうなんだ、うんうん、あっちにあるあのアナスイの香りが私は好きですね、うん、あ、本当、女の子だね、女の子は好きなんだろうね、ああいう匂いね、うん、まあ、ちなみにね、あ、続いてメンヘラネーム夢をつかぽんさん、あ、はい、 OK です、はい、メッセージ、ありがとうございます、夢塚ぽんさん、はい、自分は病気の症状で覚醒して、う
花が異様に効く時がある、うんうんうん、普段街中で過ごす場所がいつもと違う香りがしたり、うん、なんとなくだけど季節の香りを感じたり、うん、一番厄介なのが自分の部屋の匂い、絶賛うつ状態だと部屋中下水の匂いがしたり、うん、はたまた対照的に部屋中夜の女性の香水の香りがしたり、これらは匂いの幻覚らしいけど、うん、匂いってその存在や記憶まで引き出されるもんだから不思議な気持ちになりますね、ふふふだそうです。匂い幻覚の匂いバージョンみたいな、うんうん、幻聴の匂いバージョンみたいな、まあ、そうそうそう、幻聴とか、まあ、幻視とかって呼ばれるやつに、うん、のは幻覚症状っていうものなんだけど、うん、その中には幻球って言って嗅覚の球ね、うん、または幻臭匂い、幻臭匂い、幻臭かなこれは、ともいうものがあるそうです。へえ、そうそう、で実際どういったものなのかというと、実際に匂いを発しているものが近くにないのにもかかわらず、うん、匂いを感じてしまう症状、うんうん、で、多いのがお風呂に入ったばっかりだったりするのに、うん、それなのにもかかわらず自分自身の体臭が異常に臭く感じてしまうなどがあって、あ、うん、こういったものはね、精神的な疾患とは別に、うん、脳みその損傷、うん、まあ、事故とかもあるのかな、頭打ったりとか、うんうん、そういったものが原因となったり、あるいは転換の発作の前触れとして起こることがあるそうです。へえ、そうなんだ。幻球、幻球とあるいは幻臭っていう呼ばれ方があるみたいです。へえ、脳のちょっとそういう、そうそうそう、転換の発作の前触れ、うん、精神的症状とはまた別にっていうふうには言われてるらしいですね。へえ、うん、なんか不思議なこといっぱいだね。そうだね。ちなみに夏美さんはなんかそういった幻臭みたいな、幻球か、幻の匂い、幻の匂い、うん、いや、あのね、あの幻といったらだけど、うん、あのアメリカとかの、うん、あのぽっちゃりした手術受けてる人みたいな人たちが、あのよく仰天ニュースとか、仰天ニュースとかで出てくる、はい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 、あの人たちが、うん、あのおいでおいでってしてる幻覚は見たことありますよ。今匂いの話してるから。あの人たちが食べてるピザの匂いがするとかじゃなくて、テレビからあの人たちが見えると幻覚の話、ね、自分が体重太った時に、うん、あのおいでおいでしてるっていう幻覚みたいなのが見たことあります。三途の川の向こうでおじいおばが手振ってるみたいな感じで太った人たちがおいでおいでしてるわけ。人たちがおいでおいでしてるっていう、どういうこと。だからよ、匂いの話やっちゃうと。そうだね。じゃあ、うん、ツイキャス読んでいいですか。はい、どうぞ。サッチーさん、うん、一時期お香にハマってましたよ。ああ、はいはいはい、はい、お香も、あ、お香ね、俺たちね、同年代さ、サッチーさんと、うん、俺たちの時って異様に流行らなかった、お香的なの。お香流行ったっけ。流行った流行った。棒になってるやつもそうだし、うん、なんかさ、ちっちゃいとんがり香みたいになってるやつ、なんか山形のやつ、はいはいはいとか、うん、俺も炊いてたもん。炊いてた、うん、あの大学生の時一人暮らししてたんだけどね、うんうん、待って、大学生で一人暮らしでお香炊いてたの。そうそうそう、陽キャじゃないっすか。いやいや、あの一人暮らしだったんだけど、それこそ自分、俺体臭、自分の体臭ね、気にしてた方なのよ。あ、そうなんだ。めっちゃあの、うん、脇汗を非常にかくタイプだったね、遺伝で、うん、うちの母親もそうだったんだけど、うんうん、だから T シャツのこの脇の部分が黄色くなりがちになるんだけ ど、ね、だからそういうのも相まって、うん、自分の体臭すごく気使ってて、同時になんか部屋の匂いとかも気になってて、うん、だからそういうのがあって、お香炊いてたんだね。お香炊いたり、それこそファブリーズ的なものを部屋に置いてあったり。ファブリーズは今でもありますな、うん、あ、そういえばそうね、エイトフォー的なのを持ってたり、はいはい、香水もつけてたし、あ、すごいな、なんか意識してたよ、自分の匂いは。私の高校生の時と全然違う。あ、夏美さん高校生の時どうだったの。ね、無味臭い。無味臭い、うん、無味無臭って言いたかったんだけど今、あ、無味無臭って言いたかったんだけど、無臭ではなかったと思うから、うん、無味臭い。匂い、自分の匂いが臭かったの。そうそうそう。えー、
どういうこと、それこそ汗臭い、いわゆる原球みたいなのじゃなくて、いやいや普通に汗臭い、あ T シャツから蚊がいで匂いがとかあってくるような、制服の生乾きの匂い、ああはいはい洗濯のね、そうそうそう、うんうん、なんで洗濯してたんだけど、うん、洗濯してたんだけどお気に入りの、うん、あのね高校のな高校生の時の、うん、そのシャツが、うん、高校のシャツ指定のシャツじゃなくて、うん、中学校のシャツを着ていくのが流行ってたのよ、ほうあの名前があるやつ中にね、ブレザーとかの中に、へえそうそうそう、でそれを着てたの、うん、1枚2枚しかないから、うん、その毎日やってたんだけど洗濯の、うん、あれをやってたけど、なんか乾かないうちに取ってきて学校行ってみたい、汗かいてみたいな、いやいやただのズボラです、いや違う、そんななんか匂いより流行りをなんか優先してた、流行ってるのは着ていたかった、へえ、なんか不思議な感覚だね、女子な、女子の特有な感じかな、いやわかんない、夏美特有なんじゃない、あそうなの、まあでも俺もね学生時代野球やってたからね、うん、あの野球部が着るアンダーシャツってめっちゃ臭くなるの、ああそうなの、部活やってる人、うんうん、汗かいたらね、だからそういうのもあって多分自分の大衆的にあるようになったんじゃないかな、俺くせえな、アンダーシャツめっちゃ臭いとかさでやたらとあのやっぱ運動してるか履いてる運動靴が臭くなるっていう、うん、うん、玄関最悪な匂いでした、うんこのうんこどこかで踏んできたかなっていうそういうのあったよ、はい、そうなのね、うんうん、運動部はでもそれあるかもしれないね、あるある、めっちゃ動くでしょ、そうそうそう、だからそういうのでね、いろいろあったけど、うん、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います、はい、はい、本日紹介いたしますのはメゾンデのアイワナ夢中フィートアスミ3です、どうぞお聴きください、うん、ういっ、あ、取れた、暑い暑いよ、カツラがカツラが私を、あ、ほんと、あ、埼玉の郷さん、ケンタさん仲間って来てる、あ、ほんと、で、あれだね、あのガソリン、ガソリンの匂い、ね、匂い好きってやつ、マジでいい匂いですよね、あれね、ガソリンの匂い、でも、分からんでもないな、それはガソリンの匂いとマッキーペンの匂いが好き、シンナー的なやつ、シンナー的なやつが好き、マッキーペン、マッキーペンずっと嗅ぎたくなるんだよ、マッキーペンシンナーだね、うん、あ、また来てますよ、埼玉の郷さん、はい、高校時代はブルガリのブルーの香水を愛用していましたが、うん、結婚して子供生まれて気づいたら香水しばらくつけてないな、久しぶりにつけようかなって、久しぶりにつけたらダメでした、はいはいはい、もう香水が苦手な感じになってるんだ、うん、そうなんだ、わ、うん、かるわかる、あ、でも鼻って子供の頃とかさ、あの大人になってからってさ、嗅覚の異常、うん、嗅覚の仕様が変わるんじゃないかな、あ、うん、うん、それだけです、サッチーさんから持っているサッチーさん、こんばんみ、リク、あ、リクカイク、旦那さんだして、匂いフェチの僕が好きな匂いは赤ちゃんの頭の匂いかな、僕ら夫婦には子供いないけど、あーそっかそっか、赤ちゃんの頭の匂いって赤ちゃんの匂い、でも分かる、赤ちゃんの匂い、うんうん、うん、すっごい分かる、あれ分かる、ね、僕らも子供いないけどね、うん、赤ちゃんの匂いはなんか分かるよ、分かるね、うんうん、赤ちゃんの匂い、 あ、埼玉の郷さんは蚊取り線香の匂いも好きでさ、うんうんうん、好きでさ、夏場は必ず炊くって、蚊取り線香はちょっと分からんな、でもさ、蚊取り線香ってさ、なっちゃん分かるかも、うん、そうなの、うん、蚊取り線香はちょっと分からんな、線香は分かる、蚊取り線香はいまいち分からん、あ、線香派、うん、線香派、あの仏壇で炊く線香ね、ああ線香美味しいね、蚊取り線香も美味しいじゃない、線香ポリポリポッキーみたいに食ってんの、違うあの蚊取り線香でも、うん、匂い付きのやつがあるのよ、うんうん、あのフマキラーの、あ、緊張のね、緊張の蚊取り線香の中で、うんうん、あれは好き、やっぱり匂い付きの、香り付きの、それしか聞いて、あ、それすごくいい、おすすめだそうです、うん、そっちは好きだな、はあ、やっぱり来てるよ、ツイキャス今日、うん、
埼玉の沖縄大好きさんも来てるじゃん。本当だ、埼玉の郷さんも。僕は部活中に愛用してたのはギャツビーでした。あ、ギャツビーね。俺たちあのなんだっけ、シーブリーズ。シーブリーズ？うん。84持ってる女子はいたけど。うんうん。シーブリーズとか。沖縄大好きさん、した。こんばんは。はい、こんばんは。遅れて飛び出てジャジャジャンです。ありがとう。ツイキャスいっぱい来てる。はい、じゃあとりあえず終わりますよ。はい、ありがとうございます。聞いただきましたのはメゾンデ愛はナムチューフィートアスミ3でした、うん、はい、このメゾンデとは、うん、どこかにある6畳半アパートの、うん、各部屋の住人の歌をコンセプトに、うん、楽曲ごとに歌い手作り手を変えて発表している音楽プロジェクトで、うんうん、今回紹介した楽曲は出版社の小学館さんってあるさ、小学館の創業100周年を記念して、うん、完全新作として再びテレビアニメ化された、うん、うるせえやつらの第2クールオープニングテーマとして使用された楽曲です。あれだ、はい、ダーリン飲まなきゃ嫌だっちゃうのダメちゃったそこまでは分かんないけど、あ、コールのコールのかコールのはい、はい、でこの楽曲に参加したシンガーソングライターのあすみさんは、うん、この曲についてラムちゃんの、うん、気持ちを歌ったような、うん、可愛くてかっこいい楽曲になっていますとインタビューで答えていたそうです、うんうん、そうね、かわいいしかっこいい感じのだったね、うんうんうん、あの最近のお気に入りの楽曲なんでぜひちょっと、うんうん、ラジオでも紹介したいなと思って流しました。あ、いいと思います、うん、オープニングのね、なんていうの、ノンクレジットオープニングってやつが、YouTube 上にもあるんで、もしよかったらぜひそちらでも見ていただければ。ください、うん、はい、では楽曲紹介のコーナーでした。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、エンディングです。はい、本日は、テーマ匂い、匂いについてお話してきましたけれども、はい、夏美さんさっき聞いたけどさ、うん、好きな匂い嫌いな匂いそれぞれある？夏美さん好きな匂いは、うん、ビクトリアーズシークレットっていうブランドの、うん、ココナッツパッションっていう、うん、匂い、なんていうの、香水じゃない、香水、ボディシュッシュ、そうそうミストが分からなかっただけ、うん、まあでも言えたら香水みたいなもんだから、うんうん、香水とボディミストって違うのかな、お風呂上がりにつけたりとかするもののボディミストとかじゃない、はい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 、そういうちょっとよく分かんないけど、うんうん、それのココナッツパッションってやつが好きで、なんかね、普通のお店じゃ売ってないんだよね、うんうんうん、あっちでかかったよね、確か平和通りだった、平和通り、うんうんうん、そう、そこで買った。で今日がね、やっぱり匂いがテーマだからつけてきたよね。そう、ちょっとつけたわけちょっとつけたんだけど、すごい匂いするのこれ、うん、アメリカって感じする。そうね、なんか甘いさ、バニラの匂い、うんうんうん、うん、あ、待ってよ待ってよ、うん、待ってよ、埼玉の郷さんからも追加し来てるよ。あ、はい、どうぞ。はい、健太さん、わかる、少年野球のコーチしてるけれど、うん、夏場のアンダーシャツは乾いたら酸っぱくなる。そうそうそう、うん、酸っぱくなる、なるのよ。なるんだね。なるなる。じゃあこれ運動部あるあるやん。あるよ、うん、特に野球部のアンダーシャツは本当にちょっと、なんなら来た時点で洗ったはずなのに、来た時点からなんかもう匂い始めてる気がするやつだみたいなさ野球やるっていう気合で匂うんですかね、わかんない。じゃあ沖縄大好きさん、はい、テーマ匂い、うん、僕も匂いを気にする方で制汗剤とか使います、うん、はいはいはい、あと口臭も気にするので、うんうん、歯と舌は磨いています。うんうん、えらい。健太さんたちもハロウィンウィーク楽しんでますか？ケンタさんの被っている帽子が可愛い件について、うん、本当はね、もっといろいろやっても見たいんだけどね、うん、なかなか準備ができなくてね、うんうん、そうそうそう、いずれ、まあ、来年あたり、来年あたりね、しっかりしたものを準備できればと。やりたいね、やってみたいね、やってみたい、やってみたい、要はこれですよこれですよって、お金ね、お金ね、うん、切実やろ準備するにもね、やっぱり準備するにもな、うん、何に借り付けて、マニーがいりますからね。そうそうそう、うちの美智子は現金が一番強いって言ってたぞ。ああ、お母さんがね、うん、あ、うちのお母さんそうだね、
はい、あ、沖田大好きさん、僕もハロウィンウィークの仮装を制作中、うん、へえ、うん、作ってんの、すごい、え、何かの番組で披露するのかな、だからね、うんうん、ちょっと披露する場があったら教えてくださいね埼玉の郷さん、うん、今帰宅したんだけどさ、うん、晩ご飯にパパイヤしりしりがあるって喜んでる、いいないいな、家帰っても何もないよあ、いいないいな、ね、どうしよう、今日も弁当食べよう、うん、これからね、俺たちは買い物して帰りますけど、うん、いっぱい来てる、いっぱい来てる、おうおう、待ってよ、うん、一気に読んでもいい？いいよ。サッチーさん84って来てる。ああ84。ね、沖縄大好きさん、ちなみに僕は、うん、AXE をおすすめします。ああ、アックスかな、アックスだったかな。あるある。でサッチー、アクセおすすめします。うんうん、あは、ペーターさん、ああエンディングかーって。ああ、そうね。そして終わります。あ、はい、はい、今週のメヘラ城はここいらでお開き、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。